いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。ついに始まりました。四つ星学園の一大イベント S4 決定戦。生徒全員が参加して各組でトップになった人が次の S4 に。前組は他の人たちを寄せ付けないパワーでゆず先輩の大勝利。2年連続で S4 になるなんてすごすぎる。敵組はあこちゃんが頑張ったんだけど、勝ったのは翼先輩。3年生の翼先輩は卒業だから次の S4 は2位のあこちゃんに決まった。でもあこちゃんすごく悔しそうだったな。そして S4 決定戦3日目は美し組。まひるちゃんの戦いが始まる。続いてはこちら。皆さんご存知、美しすぎるアイドル霞夜空さん。四つ星学園美し組のトップで S4 のメンバー、そして新人モデル注目度ナンバーワン霞まひるさん。まひるさんはなんと夜空さんの妹。姉妹でモデルなんてすごいですね。しかも2人とも実力派。美し組の S4 決定戦は実質2人の一騎打ちだと言われています。勝つのは姉か妹か、楽しみですね。どっちだろう。やっぱり夜空先輩。でもまひるちゃんも最近すごい人気だよ。ファンもたくさんいるし。夜空先輩とまひるちゃんの話題一色だね。こっちもすごいよ。姉妹対決に大注目ってトップ記事になってるし。わー、大盛り上がりだね。当たり前でしょ。あこちゃん、四つ星学園史上初の姉妹対決ですもの。注目されて当然ですわ。大丈夫？何がですの？昨日のこと。私が負けて落ち込んでいるとでも？違うの？もしも仮にそうだとしても、それは昨日までですわ。落ち込んでいる暇などありません。私は次の S4 なのですから。あこちゃん、それより今日の一戦は重要ですわよ。どういうこと？前組はゆず先輩、敵組は翼先輩、いずれも今の S4 に負けてしまいました。このままでは先輩たちが卒業したから慣れた実力不足の S4 だと思われてしまいます。それは面白くないじゃない。だからまひるには勝ってもらいたいんですの。勝つよ。まひるちゃんはずっと夜空先輩を超えるために頑張ってきたんだから。まひるのおしゃれガールレッスン、そのページ
すごく人気があるみたいね。そうなの。おしゃれが苦手な子でもちょっとした工夫でおしゃれを楽しめるって大評判なのよ。まひるは少し生真面目なところがあるけど、思いやりのある優しい子なの。このページにはまひるらしさが詰まってる。それが読者にも分かってもらえて嬉しいの。夜空は本当にまひるちゃんのことが大好きなのね。のんきに喜んでいていいのか。相手は妹であると同時にS4戦の一番のライバルなんだろ。人気急上昇、あの勢いは侮れないぞ。ええ、分かってる。相手に不足はないわ。ライバルとして全力で戦うのみよ。夜空さんの勝ちに決まってるし。絶対そうだし。うんうん、何言ってんだ。うちらのまひる姉さんが負けるわけね。いや、負けませんわ。そうですわ、半端ではありません。夜空さんだ。まひる姉さんです。すごい、こっちも盛り上がってる。ワクワクしてきた。まひるちゃん、気合入ってるだろうね。瓦割ってるんじゃない。たーん、たーん、たーん、たーん。おっす。きっと割りまくってますわ。瓦はもちろんだけどさ。とりゃー、気合入りすぎて地球まで割っちゃってたり。ないない。はい、どうぞ。お邪魔します。これ差し入れ。ありがとう。あれ、瓦割ってないの。割ったわよ、昨日の夜全部ね。おお。準備万端。ええ、やることは全てやったわ。あとは S4 戦が始まるのを待つだけ。そっか、なら大丈夫だね。ん、それアイカツスタイルガールズ。ええ、世界各地の伝統的な洋服をアレンジしながら最新のアイテムも取り入れてる。四つ星学園に入ってアイカツをしてきた今だからこそよくわかる。霞夜空はやっぱりすごい。ちょっとまひる、もしかしてもう勝負に負けた気でいるんじゃないでしょうね。子供の頃からこの日を待っていた。姉を超えるという目標は変わってないわ。絶対に負けない。これより美し組の S4 決定戦を始めるわ。モデルウォーキングとライブステージを審査して合計得点で勝者を決定するわよ。まずはトップバッター、いらっしゃい。さあ、次は皆さんお待ちかね、霞まひるの登場よ。すごい、まひる姉さん、半端ではありません。すごい歓声ですわ。いいじゃん。まひるちゃん、綺麗。そしてラストは美し組 S4、 霞夜空。夜空先輩が出てきた瞬間、空気が変わった。これが S4 の実力。この日を待っていたわ、霞夜空。私もよ、霞まひる。全力で戦いましょう。もちろん、望むところよ。四つ星学園史上初めての姉妹対決か。この勝負、どう予想する？俺の分析によると、人気実力ともに五分五分。経験の差で、霞夜空にやや分があるかな。いや、勝負はやってみないとわからないさ。はぁ、あ、朝日くん？
姉さんにも勝ってほしいけど、真昼にも勝ってほしい。どっちも応援したいけど。友達だろうと姉妹だろうと、どちらかが敗者になる。それがプロの世界だ。分かってるよ、分かってるけど、負けた方は傷つくんだ。どっちが勝っても辛いよ。さあ、桃井心の順位は？おっと、現時点でのトップに躍り出た。次はいよいよ真昼ね。真昼ちゃん、頑張れ。特別なグレードアップグリッターで作った私だけのドレス、私のすべてをこのステージに。霞真昼、まばゆい光のように。優しい光が蕾に次がいよいよ最後よ。お姉ちゃん、霞夜空。霞夜空、きらめく星のように。
組のトップ、圧巻のステージ。でも真昼も負けてませんわ。さあ、いよいよ判定を。真昼ちゃん、トップは霞真昼。ヒロちゃん、おめでとう、マヒル。打倒お姉ちゃんが目標だったんでしょ。努力して勝ち取ったんだから、しっかり喜びなさい。私はすごく嬉しい。私を超えてくれてありがとう。これで心置きなくいけるわ。皆さん、この場をお借りして発表させていただきます。私は四つ星学園を卒業した後、フランスへ留学します。ファッションの本場フランスでもっともっとたくさんのことを学んでこようと思います。だから少しだけお別れです。研究熱心で、トップを取っても満足することなく、さらに上を目指すために次のステージへと突き進む。私の姉はそういう人なんです。真昼、ずっと追いかけてきたから分かってた。エスフォーとしての役目を終えたらお姉ちゃんは旅立つだろうって。もうお別れなんだって。だから、あなたは私がいなくても大丈夫。何があっても決して諦めず、最後まで全力で突き進む努力家で研究熱心な頑張り屋さん、それが霞真昼、私の自慢の妹なんだから。お姉ちゃん、一つだけお願いがあるの。私が育てたブランド、ロマンスキスをあなたに受け継いでほしいの。もらってくれるかしら。私の夢はお姉ちゃんから生まれたの。最初はお姉ちゃんみたいになりたくて、いつからかお姉ちゃんとは違うアイドルになりたくて、がむしゃらに頑張ってきた。私がここまで来れたのはお姉ちゃんのおかげ。
これまでもこれからも。マヒル、ありがとう。お姉ちゃん、とても美しい名勝負でしたね。なんという姉妹愛。学園長、泣かないで。泣いてない。今僕は猛烈に感動している。地球に生まれてよかった。霞家に生まれてよかった。に行っても油断しちゃダメ。これからの私の目標は打倒お姉ちゃんだから。ええ、望むところよ。そしていよいよ最終日、私たち歌組の戦いが始まる。初めて手に入れた私だけのドレス、エキゾチックスターセットコーデよ。異国のお姫様みたい。マヒルちゃんすっごく綺麗だった。ありがとう。私の手でロマンスキスをさらに進化させるわ。歌組のステージ順が決まった。ユズとの約束を果たす時が来ました。誰にも負けない。次回アイカツスターズ、私だけの歌つかめアイドル一番星。